地元民が単語弁で語る単語グルメドライブコース。まずは玉川湯酒で有名な木下酒造。ここの地酒ソフトクリームがガラうみゃ。濃厚なミルクにふわっと香る地酒が単語人以外の人もようけ虜にしてきとるだっちゃ。マジで好き。美味しい。これ食って大きなった言うても間違っとらんぐりやだわ。それからお土産コーナーに売っとるこの地酒ケーキ。ふわふわの生地からガツンと酒の香りがして、これがまたうみゃだっちゃ。お酒好きな人のプレゼントにどうでや。皆さん今日もお勤めご苦労様です。私が小学生の頃からおる看板猫のみゃさんも17歳だっておじいだやね。ほんでも相変わらず男前だ。ほんで次は久美浜の道の駅3階館いうところ行ってみ。丹後で作った野菜やら米やら味噌やらがようけ売っとるだけど、見てみや、これ久美浜の牡蠣が20個ぐりゃ入って1000円だね。家で蒸して食べただけどガラうまかった。そして丹後人の生活に欠かせへん西垣。弁慶寿司のタルタルが唯一無二の味だ。さきは絶対これ食べてほしい。西垣のバラ寿司月目あらへんの知らんかったや。食べたかったのに。ラッキー。20% オフのハタハタ見つけた。さきはこれ持って帰って焼いて食べよう。毎日給食で飲んどった平屋牛乳も買っとこ。バラ寿司が諦められへんでまた道の駅糸留めに行ってみるで。ここはちょっと変わっとって地元のパンとか野菜とかと別になんか海外のもんとかもよう売っとるよ。ここでバラ寿司買ってみただけど、サバのそぼろが少にゃ。値段的なこと考えてもバラ寿司は西垣が一番だ。ええとこださきはみんな単語来てえよ。